広電天馬橋は、広島県広島市の天馬川に架か,かる鉄道橋。広島電鉄の軌道専用橋梁である。広島電鉄本線が通る市内線唯一の複線電車専用橋である。桁の両外側に幅1.7メートルの歩道がついている。東詰めに広電小網町停留場があり、西に少し行くと天馬町停留場がある。上流側に、 広島県道265号ともなえ、広島線筋の天馬橋、下流側に広島市道七地産交互線筋の緑大橋がかかっている。なお、資料によっては、天馬町電車専用橋、天馬町鉄橋と表記されている。1912年、相生橋から小井間が開業し、広電本線が全面開通。それに伴い現在と同じ位置に、 天馬町鉄橋が架けられた。当時は、現在のような歩道はなく、単線軌道のみの橋で、車両や歩行者は、当時の主要幹線筋であった天馬橋を通っていた。広電が開業当時は、どの川にもすべて電車専用橋として架けられていたが、戦前には、三行橋、工人橋と相生橋は、道路、軌道併用橋に架け替えられている。1945年8月6日、 原爆被災、爆心地から 1.05km に位置した。爆風により桁がひん曲がり枕木も数本燃えていたが、落橋はしなかった。上流側の天馬橋は、火災で激しく燃えていたため、決死の避難者はここを渡って西へ逃げていった。同年9月の枕崎台風と、同年10月の水害により、天馬川が増水し、 最上流付近に架か,かる横川橋を残して、天馬町鉄橋を含めて、すべての橋が落橋してしまった。戦後、戦災復旧事業などにより、広電電車専用橋は次々と平洋橋に架け替えられる中、この橋は一時目標の電車専用橋に架けられていたが、1969年に、現在の歩道がついた電車橋に架け替えられている。 1930年頃の広島市へ地図、1945年原爆10日前の市、中央部上空写真、同心園の中心が爆心地、現在地付近に天馬町鉄橋があったことが確認できる。ありがとうございます。